チュラバンド講座やっていきたいと思います。こういった黒いシリコンゴムでできているのが特徴ですね。チュラバンドっていうのは何かっていうと、チカーナ、メキシコ系アメリカ人の、あのチカーナの女の子たちがつけて、あの手首から手の甲につけているあの黒いクモの巣みたいなアクセサリーなんですけど、まあ、今日はそれの付け方を説明したいと思います。女の子のみんなはこういうのよかったらぜひ買ってってください。はい、ではまず基本的な手首から付け方を説明していきたいと思います。ではまず必要なのがこの2本ですね。まず輪っか2つ取ってください。で、この輪っかを1つの輪っかに通します。で、この輪っかの片方をこうつまみます。そうするとこの反対の輪っかを持って、で、このこんな風に形ができます。で、ここに手首を通します。はい、こんな感じですね。で、これを何個かつけていきます。ではもう一度説明しますね。輪っかを2つ取ってもらって、で、1つを片方に通します。で、つまんで、で、もう片方もつまんで、手首を通します。こんな感じです。インスタグラムとか写真で見てて、あれどうなってんやろと思ってた方、こんな単純にできるとは思うかなと思います。こんな感じです。はい、では次この手の甲に行きたいと思います。手の甲は何パターンかあるので、それも順番に説明していきたいなと思います。ではまず1つ目、また2本取ってもらいます。で、今度はこれを同じように、さっきと同じように通すんですけど、これを通して、またこの通したやつを交差させて、こんな感じ。で、引っ張ります。で、この下の輪っかの方を、こんな感じで手首通します。で、もう片方の輪っかを人差し指に通す。こんな感じですね。で、これを真ん中指、薬指とつけていきます。また2本取って、1つを交差させて、で、くぐらせて、引っ張る。で、手首を通して、真ん中指に通す。もう一つ通して、はい、こんな感じです。まあ別にこの絶対に人差し指、中指、薬指でつけなくても、この真ん中指だけとかでも可愛いかなと思います。私は大体もう最近はこの中指だけシンプルにこんな感じ。もうこの本数はそれぞれ好みなので、このチュラバンドがの数がある限りやってもらったらいいかなと思います。はい、では次のパターンです。次のパターンは今2本ずつつけたんですけど、
そこまで本数がないっていう方におすすめの付け方です。まずは、この一本だけを手首に通します。で、この手首に一本通したやつに、この一本をくぐらせて、交差させて、で、同じ、やり方は同じですね。交差させて、これを引っ張ります。で、人差し指につける。で、またもう一本取って、くぐらせて、で、真ん中指につける。で、これも薬指。通して、つける。こんな感じのシルエットができるやり方です。これは本数節約になるので、これはこれでいいなと思います。はい。はい。で、次のパターンが、まず2本取ってもらって、これと同じ付け方をしてください。ここでもう一回おさらいしますね。この一つにこれを通して、で、先をつまんで、もう片方の輪っかもつまんで、この間に手首を通す。で、こっからですね、この今通したやつの、この片方のこの輪っかの方に一本取ってもらって、これをくぐらせて、こんな風に指に通します。基本的に指に通すのはもうほぼやり方は同じ。下からくぐらせて、ひっくり返して、で、指につける。こんな感じですね。こういう元のこの手首につけてたやつに一本ずつ引っ掛けるっていうやり方もあります。で、まあこれでも全然 OK なんですけど、これにまたさらに中指も欲しいなっていう方は、これも2パターンあって、まず1本を手首に通します。で、このちょっと分かり見えにくいかもしれないですけど、今この1本通しただけのやつに、もう1本持って同じようにくぐらせて、引っ張って、で、これは中指に通す。するとこう、いろいろ交差が増えて、これはこれで可愛いなと思います。こんな感じ。はい、もう一つの、この中指の通し方なんですけど、もう一つは、この交差させてる、この、間と間、ここですね。この穴の間に、これを同じように通していきます。これやるのめっちゃ難しいんですけど、私はいつもこんな感じでまず指を通して、押さえつけて、ガッと引っ張ります。で、ここくぐらせて、今こんな状態です。ここね。で、今この通した方を下からくぐらせて、引っ張って、中指につける。残りが1本しかないっていう方とかにはこれおすすめですね。こんな感じ。はい。はい。で、これが基本的なチョラバンドの付け方で、この手首からと、この手の甲になるんですけど、さらにここにまだ変化球加えたのが、この指輪にするやり方で、で、それはもう本当に単純で、この真ん中、まあ、何指でもいいんですけど、自分がリングにしたい指の、この引っ掛けてるところを、
ひねってもらって、で、そこに指を通す。こんな感じですね。で、指輪風になるんですけど、ただ、これめっちゃパッツパツに引っ張られるので、長時間やってるともう私も今こうやって、この、うっ血してきて、血が止まってしまったりするんで、それはご自身でご注意ください。